私は筑波大学の神宮翔太と申します。よろしくお願いします。本日は、このジオカバナッチを行動記録ツールとして使ってみた大学生に無用調査評価というふうなタイトルで発表させていただきます。これについてなんですが、こちらの私の研究室の、竹先生という方と一緒に進めている研究をこの前ボスボジーノを MC に相談してみたところ、じゃあぜひボスボジーノも紹介してみたらどうかということで紹介いただきまして、本日発表させていただくこととなりました。実は私ボスボジーノに参加するのも存在を知ったのも今年が初めてなんですが、どうぞよろしくお願いいたします。まず私に自己紹介させていただきます。私所属がやたらと長いので、現在メニの博士の卵であることだけ覚えていただければなというふうに思います。実はドクター進学を希望しているんですが、いつ孵化するかさっぱりわからないので、皆さん生温かい目で温めてくれればいいなと思っております。私の研究テーマについてなんですが、私の研究室はこの自然地域計画研究室という非常に噛みそうな名前の研究室になっていまして、国立公園などの広大な保護地域から、都市近郊の里山やさらに都市の中の都市公園など多様な自然地域の計画や管理について研究することをテーマにしています。で、私はその中でも特に里山に注目している研究を進めています。 GIS はあくまでその研究で追いかけ程度にしか使える程度の知識がないんですが、普段から使わせていただいております。本日の発表についてタイトルをもう一度出しますと、こういったものなんですけど、まずジオカバナッチというものを、どんなものかといいますと、これはスマートフォンの地図アプリのことなんですね。去年の、ホスポジーの、北海道でもこのジオカバナッチについて詳しく紹介してくださった、報告があるんですけど、そのオープンソースで動く Android の地図アプリでして、今日の発表はそのスマートフォンの地図アプリを大学生に使ってみてもらった話というふうに、話にして それを紹介させていただきます。まずこのなぜ こんな発表してみようかと思ったきっかけなんですけど、今年3月の森林学会における一つの報告が私にとってのきっかけとなっています。この森林学会におきまして、その観光とレクリエーションというセッションがありまして、こちらでその GPS 機器を用いた利用者の行動調査について、そしてその GPS 機器としてスマートフォンに注目した研究報告がなされました。具体的にはどんな問題提起かといいますと、これまでその GPS 機器を使って、利用者の詳細な行動把握を行ってみようと、そしてそうやって得られたデータをもとに適切な登山道整備や管理計画の実施を行おうといったような研究が多くなされてきたんですけど、近年はスマートフォン、GPS を搭載したスマートフォンが急激に普及が拡大したということなどもあって、スマートフォン搭載の GPS 機能を、活用してこんな調査を行ってみよう、じゃあそうしたらどんな課題が生まれるんだろうかといったような研究報告でした。その際報告された課題としましては、このような点が挙げられていまして、例えばまず IT リテラシー不足、この調査自体はその登山をしている一般の方々のスマートフォンデバイスに専門なアプリを入れまして、行動調査を行うというものになるんですけど、その場合操作を行う登山者自身がそのデバイスを扱えなければデータは得られませんし、しかも山登っている途中ですから分からないことがあっても聞くことはできません。また、こういった理由などから、その報告としては、現時点では現場の利用者行動調査に携帯電話 GPS を用いることは困難であるという結論がなされていました。ただここで私が考えたのは、ではそれを、大学の実証を利用してしまえばいいんじゃないかということでした。具体的にはその IT リテラシーの不足という点に関しては、比較的 IT リテラシーの高い大学生にそのデバイスを持ってもらって、しかも例えば回収コストや、支店と終点が限定されてしまうという問題は、大学が主催する登山実習を行うことでスタートする場所、ゴールする場所、あるいはその途中の工程というのを指定してしまって、そしてその上で持ってもらうデバイスは、その大学生のものですけど、そこに Android であれば、簡単にインストールができるジオカバナッチを導入してしまって、そこからデータを得てしまおうというふうに考えました。ただこの時に対象となる大学生、 IT データシー高いかもしれませんけど、その GIS については素人な、まだ学部の2年生などを対象にしてみました。
具体的にどのような実習で行ったかということなんですが、この私の研究室が主催しているこの自然地域計画実習という実習で行いました。実習の場所は富士山麓でして、この実習自体の目的としてはその富士山麓の自然地域の多様なゾーニングを実際に学んでデータを取ってもらった上で、その GIS を用いた解析の手法を学ぶというものになっています。今年度の参加者は全員で29名だったんですが、その実習日程7月13日から16日のうち、ジオパワラッチを用いた演習をこの14日の村山古道登山において実施しました。この村山古道というところについてなんですが、こちら右の写真がその古道内のものなんですけど、明治までは富士登山に使われていた古道でして、長らく廃道となっていたところをその一部ボランティアによって復活整備が行われている、現在誰でも入れるようになったところとなっています。ただ富士登山のレクリエーションというのは現在5合目からスタートして山頂を目指すものがほとんどでして、5合目より下に通っているこの村山古道ではほとんど誰ともすれ違わないようなウィルダネスの道になっています。実際の工程としましては、約12キロの道のりを朝8時に出て15時前後にゴールに着くようなもの、標高1100メートルの地点から2500メートルの地点まで登るものを対象としました。実際の調査の方法についてなんですが、まず準備段階としてそのジオパパラッチについての事前学習の機会を設けました。この際この実習の趣旨の説明とジオパパラッチの基礎的な知識、また操作方法、そして実際学生たちにジオパパラッチを持って大学周辺を歩いてもらうワークショップを行いました。こちらそのワークショップの様子なんですけど、これ2枚ともそのジオパパラッチの機能を用いて、学生たちが撮った写真になってまして、なぜか当然自撮り大会を始めたりジャケット写真のような写真を撮ったりしているようなデータがたくさん撮れました。でこういった事前の準備の上で当日、実施しました。実施の際には、全部で6グループに19台のスマートフォンにそのジオパパラッチをインストールしまして、データの記録を取ってもらいました。でこの際ちょうど iPhone と Android の端末費が1対1になったので、 iPhone の方ではジオパパラッチ使えませんから、研究室の方から、ジオパパラッチの、インストールした端末を提供しまして、それを実際に使ってもらいました。でただそれだと全員分には行き渡らないので、iPhone ユーザーの方々には、紙のフォームと一般的な GPS 動画を持ってもらって、ジオパパラッチで記録したことと同じことを記録してもらいました。その際記録することは、GPS の軌跡のログとあとポイントデータになっています。でこのポイントデータというのは、定点でこちらが指定してここで撮ってきてといったところと、各自が自由に自分の判断で気になったところを撮ってきてというふうに指示した記録になっています。そういったデータを撮っている様子がこれらの写真なんですけど、とある場所で突然全員がスマホを取り出して画面を見出すのは、今思うとポケモン GO をしているようにしか見えないなというふうに思います。また、そういった効果を測定するために、実証の後にアンケート調査も行いました。これらは全体の研究の目的としては、そのジオパパラッチを用いて自然地域利用者の行動把握を行いさせる課題を明らかにすることとしました。結果について、説明させていただきます。まず実際に取れたログとポイントデータについてなんですけど、端末19台分のものが取れました。でこれがそのうちの一例を、Google Earth を用いて出力したものなんですけど、富士山の麓の方、1100メートルの地点を出発しまして、約6合目付近、森林限界のあたりまでを行く行程となっています。その過程でこのたくさんあるのが、この人が取ったそのポイントデータになります。で帰りはバスで下山しました。でこのポイントの記録についてなんですが、ジオパパラッチ上でこの右のようなフォームを表示させまして、ここに必要なものを入力してもらうという形で記録しました。例えばこの例ですと、高度1917メートルでこんな写真を撮ってその見晴らしが良くなってきたといったような説明文が書かれています。こういった、ポイントデータが全部で562箇所取れまして、そのうち場所が明らかに間違っていたりとか中身が空白であるといった無効データを抜きますと、有効なデータは389個ありました。そのうちこちらが指定した定点でのものが169個で、各自が自由に記述したものが220箇所となりました。
このうちそのフリーで取られた220箇所についてみますと、これはつまり登壇道上で、学生がどこに興味を持ったかということになりますから、今後その利用者の行動調査として使う際には、その興味が集まったところというのは今後観光資源になり得るとか、あるいは登山道上で危険な箇所を表すかもしれないということで、どこにそのポイントデータが集中しているかというのを、ちょっとヒートマップを使って図示してみました。赤いところほどそのポイントデータが多く取られたところというふうになるんですけど、そういった場所は例えば、寺院の跡地だったりとか、あの倒木だったり、あるいは森林玄関を迎えて急に景色が開けてきたところだったり、あるいは登山道上に倒木が重なっていてアスレチックのようになっていたところだったりしました。続いてアンケート調査の結果について紹介させていただきます。まず最初に、実習中に用いた調査ツールについて、また同じような調査をするんだったらどれを一番使ってもらいたいかというふうにことを聞いたところ、情報バラチが約8割支持されました。でこの理由についても聞いてみたんですけど、やはりあの普段自分が使っているスマートフォンがそのまま調査できるデバイスになるというのがすごい非常に面白かったということや、普段自分が使っているものなので、何かトラブルがあっても比較的自分でも対処ができるということ、あるいは Google Earth などで出力すると一元的にそのデータが管理できるということが良かった点として挙げられていました。また実習で用いたその GIS のアプリケーションについて、どんな今後も利用してみたいかという評価をしてもらったところ、その GIS のアプリケーションを3つ想定したんですが、1つが Google Earth のようなパソコン上で動くものと、例えば Google マップや、あるいはスマートフォンのカメラアプリのジオタグ機能などのスマートフォンで動くもの、さらにはそのジオポガラチという3つに分けて5段階評価してもらったんですけど、全体としては、みんな今後も使ってみたいという傾向が出まして、ただその中でも積極的に使ってみたいなと思えたのはこの真ん中のスマートフォンを用いる際のものでした。でこの理由についてちょっと考えてみたんですが、みんなのすごくどの GIS のアプリケーションにも興味を持ってくれてはいたんですけど、日常で使うシチュエーションがそのパソコンで動くものとか、あるいはジオポガラチだと、想定できなくて、普段から使うことができるそのスマートフォン上というものが、比較的積極的に利用したいというふうに思われたのではないかなと、考えられました。続いて、その個人情報についても聞きました。その個人の位置情報がそのスマートフォンで記録されて第三者に収集されることについての、気になるか気にならないかといった考えを調査したところ、情報バラチについては、ほとんどの人が、特に気にならないといったような回答をしてくれました。ただしこの際、本来ならジオポガラチもこっちに入るんですけど、スマートフォン上で動くその位置情報を利用するアプリについては意見がきれいに割れました。この際、ちょうど実習が7月にありまして、日本でもそのポケモン GO がサービス開始されまして、筑波大生かなりの人がポケモントレーナーになったんですけど、じゃあこの実習参加者はどれほどポケモン GO のような位置情報を使うアプリをインストールしているのかということも聞いてみたところ、実際かなりの人がスマートフォンの中に位置情報を収集して第三者に送信するアプリケーションを入れていたのにもかかわらず、このように情報バッジは気にならなくてもそういうアプリは気になるという回答が得られました。これについても、考えられることとしましてはですね、やっぱり例えばポケモン GO やイングレスのような、位置情報を利用するゲームのようなアプリケーションですと日常的に使うということが想定されまして、一方でジオポガラチだと今回実習で行ったように非日常のところで使うものというふうに思われるので、やはり日常のところで第三者に自分の位置などが、漏れていくということは、嫌悪感を示したのではないかというふうに考えられました。以上を踏まえて、そのジオポガラチを利用者の行動把握の調査ツールとして使うことの課題については、事前や事後に入念な準備とサポートが必要になってしまうことだと考えられます。今回私が実習で行ったようなそのワークショップ形式でなければ活用は難しいのではないかというふうに考えられました。実際に、運営の側に回ってみますと、その端末がバラバラのことに非常に苦労しまして、こちらとしては学生たちがかなりサポートしたつもりだったんですけど、その端末に依存したトラブルというのが多数発生しました。それで一人一人 Android を持っている方々の
のサポートしていると、ジオコパラチをインストールできない iPhone ユーザーからかなりの恨み下げを、言葉をいただきました。しかし、全体的には普段自分が使っているスマートフォンで調査ができるというのは使いやすい、しかも面白いということで非常に好評でした。したがって、その行動調査としての実施の課題というのも、アンケート調査を踏まえると工夫次第では解決可能であると考えられるので、今後ともこの研究を進めていって、ジオコパラチを使った行動活動ができるようにしてみたいと考えています。今後の予定としましては、その途中で出しましたそのポイントデータの記録内容、それをさらに分析をしていって来年度の森林学会で報告したいというふうに考えています。また私自身来年も研究室いますし、来年もこの自然地域学実習というのは同じような日程で実施されますので、またジオコパラッチを使った再調査を行いたいと考えています。その際、ぜひこんなデータを取ってみたらどうかといったようなアイデアがありましたら、ぜひいただきたいと思います。以上になります。ありがとうございます。何か質問がございますか。はい、では。今ですね、ジオコパラッチを使われているんですけども、ジオコパラッチ以外の選択肢って考えられないんですか。例えばiPhone に使えた PDF マップですとかありますし、あと有料ですプログラムとかありますよね。それはどうでしょう。はい、すいません、実は iPhone の方は私が使ってないということもあって、それが知らなかったというのも申し訳ないですがあるんですが、そこでまた端末ごとに違うアプリケーションを使ってしまうと、おそらく運営が追いつかないなというふうに思いまして、ちょっとそれは使うというふうにはしませんでした。ただぜひ来年度はそれを用いてみたいと思います。はい、ありがとうございます。他にはございますか。はい、じゃあ、リングさんどうもありがとうございました。